去年の夏、海水温の上昇で沖縄本島や石垣島の石西礁湖で大規模な白化があり、大きな被害が出ています。そこで環境省は今年4月に緊急対策会議を開き、緊急宣言を採択しました。緊急宣言ってどんなものなの？気になりますよね、うん、そこで緊急対策会議で座長を務めた琉球大学名誉教授の土屋さんに話を聞きに行きました。土屋先生、今回はサンゴに関する緊急宣言が出されたと伺ったんですけど、それはどういったものですか？去年の夏に、はい、沖縄のサンゴ礁で、はい、多くのサンゴが真っ白になる白化という現象が起きて、そうでしたね、さらに大部分のサンゴが死んでしまうという場所さえ見つかってきました、うん、サンゴが死亡してしまうと私たちの生活にも非常に大きな影響が出てきます。この現象を何とか止めなければいけないという緊急の事態だと考えて、多くの専門家が集まってこれからどうしなければいけないかということを議論した結果、このような宣言文を作りました。うん、具体的にも今はもうそういった宣言、緊急っていう、こう結構強いワードだと思うんですけど、それをつけなければいけないほど今サンゴは大変な状況になっているということですよね。はい、サンゴが白化して死亡してしまうという現象は、はい、特に1998年の現象が有名です。でその前後からサンゴが白化あるいはオニヒトデの影響などで大きなダメージを受けてきて、その都度私たちは何かをしなければいけないという話し合いを繰り返ししてきました。でも具体的な対策を講じることができないできたというのが実情なんですね。で今まで私たち人間はサンゴ礁から非常に多くの恵みを受けてきましたが、それが今後受けられなくなるという大きな心配がありますので、今度こそ本当に何か対策を講じようという強い気持ちでこの緊急会議を開催して宣言を出したというのが実情です。本当に緊急宣言を出さないといけない状況になっているんですね、うん、この緊急宣言の内容ってどういうものなの？宣言の中では推進すべき取り組みとしてご覧の項目を挙げています。土屋先生、この緊急性の高い取り組みというのはどういったものですか？でまず最初にその緊急性の高いものとして現状をしっかり把握しておこうということで、モニタリングをしっかり進めていくということを挙げました。どこがどのようにダメージを受けているかということを正確に把握しないと対策を講じることもできませんので、まずサンゴ礁の実情を抑えるということを最初に挙げました。でその結果非常に撹乱を受けたところ、そうでないところという状況が分かってきますので、先ほどのサンゴ礁からの恵みも関連させて考えて、ここは特に大切ではないかと思われるような地域が浮かび上がってくるはずですから、そこで優先的にサンゴ礁を再生させるような取り組みを行ったらどうかということを考えています。とは言いつつ沖縄県全体のサンゴ礁を保全したいというのが大前提にありますので、いろいろなところで得られた研究の成果あるいは取り組みの成果を県のサンゴ礁全体にこう当てはめることができるような工夫を今後していくべきだと思っています。私もミスワリンとして皆さんの情報交換のお手伝いができればと思うので、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。こうしてみるとミスワリンにもできることはたくさんあるかもね。そうですよね。サンゴの群衆の再生の促進は初代から取り組んでますし、地域の取り組み支援も積極的に行ってますよね、うん、地域の取り組みといえば一つ紹介したいのがあるんです。この季節海に遊びに行くときには日焼け止めが欠かせませんよね。その日焼け止めが実は海やサンゴに悪いって知ってましたか？でも今回沖縄でサンゴに優しい日焼け止めが開発発売されたと聞いたので、今から話を聞きに行ってきます。その日焼け止めを販売している会社が那覇市松尾にあります。こちらが代表の小屋幸乃さんです。小屋さん、サンゴに優しい日焼け止めができたって聞いたんですけど、それはどういったものですか？はい、
こちらですね、サンゴに優しい日焼け止めっていうのは、はい、あのサンゴに優しい成分だけで作った日焼け止めなんですけど、うん、あの一般的な日焼け止めにはあのサンゴに有害だって言われる成分や、もうあの有害かもしれないって言われてる成分が入ってるものがほとんどなんですね、なんですがそういう成分を一切使わずに作ったのがサンゴに優しい日焼け止めです。こちらがその名もサンゴに優しい日焼け止め。白化現象の一因となるとされる化学成分を配合せず、ひまわり種子油やサンフラワー油など自然由来の成分を使っているそうです。あのこれ参考資料なんですけど、はい、あのこれハワイ州の自然資源課が出してるポスターで、うん、こういう成分が入ってる日焼け止めは使わないでねっていうものなんですね、はい、なので、まあ、こういうのを参考に一番単純なものだけでできるんじゃないかと思って6種類の成分だけで作ってます、はい、ハワイでは日焼け止めに対する取り組みを始めてるんだよね。沖縄でもやりたいよね、うん、沖縄でこそ取り組んでほしいですけどね、うん、これ私も普段あの海に潜ったりするので、はい、この日焼け止めを使って潜りたいと思います。ぜひお願いします。よかったら私の育ててるサンゴもこれを使って一緒に見に行きましょう。あ、はい、はい、ぜひ揉んで、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。りなちゃんは今度から海に潜るときにはこの日焼け止めを使うって言ってましたよ。皆さんも海に行くときにはぜひ試してみてくださいね。